ある朝、王と近衛騎士団独身寮。仕事行きたくない。天気良好、体調万全。騎士の仕事は大変ですが、カレンさんさえいれば僕はハッピー。ではなぜこんな生ける屍化してるかというと、本日そのカレンさんがお休みなのです。昨日休暇の理由を尋ねたら、お前には関係ないと怒られてしまいました。しかし理由は多分1ヶ月前酒場で話してたあれ、知人の結婚式へ出席するためでしょう。結局カレンさんからパートナーのお誘いはなし、一人で行ったのかな。に、そんなお願いするの恥ずかしい。あの時口にしたのは誰だったんだろう、その人と一緒にとか言ってるうちに出勤の準備を完了させる僕、立派な社畜に染まりつつあるな。どっかの棚からボタッと結婚式の招待状が落ちてこないかな。誰かがドアにぶつかってしまったようです。すみませんって、あれ、この子どこかで、シロ、おのれ、この自責卒業の私にこんな恥ずかしめは。相変わらずですわね、ハル。ごめんなさい。口ぶりから察するに同期、騎士学校を僕に次ぐ2位の成績で卒業した方のようです。かすかに記憶にある顔です。名前は確か四角、いや三角、平行四辺形、丸ベリー。今年から第一騎士分隊、通称ホワイトクロスに配属になった丸ベリーですわ。どうして曖昧な記憶しかございませんの。結構話してましたのに。そうだっけ。言われてみればこの子との付き合いは割と長かったような。出会いは確か3年前、騎士学校の入学式が終わって早々。もしそこのあなた、何てか誰、誰、将来の首席卒業候補筆頭の私に向かって、首席で入学したからって調子に乗りすぎじゃありませんこと。花を持たせてあげるのも今日限りですわ。覚悟しておくことね。はあ、それを言いに来たの。だったら用事あるからもう行っていい。ムキー、必ずこの丸ベリがあなたをギョフンと言わせてあげますから。そこから何か点数で競うような行事の旅。入学して最初の定期試験、正々堂々勝負ですわ、学年主席さん。今度こそ私がトップを取りますわよ、ハル君。最後に勝つのは私ですわよ、ハル。さすが私の永遠のライバルですわ。でも最後くらい花を持たせてくれても。と頼んでもないのに絡んできた女性が確かにいたような。それでマルベリー、何の用？これから仕事なんだけど。え、今日はお休みじゃありませんの？確かに本日は暦上で言えば祝日ですが、休み？何それ。あ、それで今日が休みのホワイト部隊の君が社畜の僕に何の用？てか休みならなぜ鎧を？実はこれから同じ部署の先輩の結婚式ですの。それでホワイトクロスの仕事機兼清掃であるこの鎧を。で、そのことで春にお願いがあって伺ったのですが。これ、この招待状。なんですの？ああ、詳しくお聞かせください。永遠の愛を誓いますか？誓います。もちろん。この国では結婚適齢期は25歳までと言われています。カレンさんは現在29歳。キス、彼氏いない歴イコール年齢。まあ僕は正直、誰がいつ結婚するかなんて他人がとやかく言うことじゃないと思いますけど。挙式は教会にて親族幹部クラスの方々のみで行われ、その後野外で行われる立食パーティー型の披露宴に私たちは参加しますな、あれですわ。というわけで急遽有給休暇をいただいた僕は、丸なんとかさんのおかげで合法的に式に潜入できました。
一応聞くけど、パートナー本当に僕でよかったの？もちろんですわ。自慢じゃありませんけど、私学生時代は成績のことばかり考えてましたので、このようなことを頼める友人は他にいませんの。本当に自慢じゃないね。まあぼっちで来ることもできたでしょうが、やはりパートナーがいないと格好がつかないようです。ほらあの方。ん？貴族の社交界面倒くさい。先輩なんてお綺麗な。お、もしカレンさんならどんな姿になるだろう。てかカレンさんを探さないと。よし、ここは僕の聞き耳スキルでカレンさんのわずかなつぶやきも拾い上げ。ん？あ。いた。やさぐれとる。